なたは。確かエリスさんと一緒にいた。マルガレーテ。そうでした。マルガレーテさん、大帝国劇場に何かご用ですか？エリス隊長についてきただけよ。用事なんてないわ。そうですか。それにしても広い劇場ね。古いのは知っていたけど、よく見れば傷だらけ。馬小屋かと思ったわ。よく公演なんてやってられるわね。手厳しいですね。でも建物の風格はあると思いませんか？世界で初めての歌劇団、その歴史だけは見事だわ。でもかつての栄光は失われたまま、今のお前たちはただの三流歌劇団。歌劇団大戦に参戦したところで勝てる確率はヌルプロッツェントなのよ。やれやれ。
どうしたんだいクラリス、そんな真剣な顔で。私、マルガレーテさんを驚かせるような脚本を書いてみたいです。でもそのためには今の私の力だけでは足りなくて。神山さん、お願いです。私に協力してもらえませんか？なるほど、わかったよ。何からやろうか。ありがとうございます。じゃあまずは脚本のジャンルを決めましょう。こんな感じの話はどうだろうか。すみません、それはちょっと苦手なジャンルで。こんな感じの話はどうだろうか。恋愛ですか？いいですね、私も書いてみたいです。こんな感じの話はどうだろうか。スポーツですか？熱い友情の物語、うん、楽しそうです。いろいろ提案はしてみたけどどうかな。クラリスが書きたいものが一番いいと思うけど。じゃあ恋愛ものにしてみます。この前のデートのことも参考にできますし。確かに、デートしてくださいって始まりはあまりなくて面白いかもしれないな。わあ、忘れてください、忘れてください、あの時は夢中だったから素敵な思い出だからね、俺は忘れないよ。じゃあ次はヒロインを決めましょうか。神山さんはどんな女性が好みですか？緑色の瞳が俺は大好きなんだ。なるほど。美しくきらめく金髪、ヒロインといえばこれで決まりだな。ふむふむ、ということは神山さんの好みのヒロインは金髪、緑の目って、私みたいな。確かにクラリスは俺の好みにかなり近いと思うよ。そうなんですね。それじゃあ恋愛ものの重要シーン、告白シーンを考えましょう。それについては少し案があるんだ。手紙で思いを伝えるというのはどうかな。手紙の内容によっては奥ゆかしくていいシーンになると思うんだけど。手紙ですか？
ください。おい、クラリス。おい、相変わらず集中すると周りが見えなくなるんだな。それは良かった。告白の後はデートでしょうか。デートでどんなことをするのか難しいですね。何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとかつけてくれると嬉しいかな。この前のデートではそれはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んでつけますけど。喜んでつけてくれるの？プレゼントですから、誰にもらっても嬉しいだけです。新竜拳に言ったように、二人で食事に行くなんてどうかな。そうですね。もう少し雰囲気がいい場所を選んだ方がいいかもしれませんけど。新竜拳でのデートはちょっと失敗だったかな。いえ、そんなことはないです。あれ、でもなぜそう思うんだろう。そうか、場所は関係ないんだ。誰と一緒にいるか、それが大事なんだ。私、恋愛というものが少しだけ分かったような気がします。いろいろな場所を回って、いよいよクライマックスですね。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが。そうだな、押し倒すとか。それはやりすぎか。こうですか。クラリス、難しいです。この後はどんな言葉をささやけばいいんですか。今は私だけを見て。難しいです。こういう時は髪を見つめるものなんでしょうか。次はどんな言葉を。
閉めて。まあ普通は男が押し倒すんだけどね。忘れてください、忘れてください、いっそ死んでください。でも今の流れいい脚本になるんじゃないかな。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。うわあ、分かったよ。それじゃあ。誰かしら？どうぞ。
待ちたまえ。こんにちは、白秋さん。今日はここでお食事ですか？ああ、私はこの食堂のファンでね。1週間のうち5日はここに通っているんだ。そんなに？好きなメニューでもあるんですか？鮮やかな黄色き墓標、その中に横たわる華やかな紅の音、私はその魅力に取りつかれているのだ。神山君、なんだかわかるかな？オムライスですか？その通り、オムライスだ。よくわかっているじゃないか、神山くん。お待たせいたしました。ご注文のオムライスでございます。見たまえ。卵の黄色にケチャップソースの鮮やかな赤、こんもりとした膨らみの優しい感触。卵にサジを差し入れて中の飯と合わせてすくい、口に運んだ時の優越といったら、いかんな。こうして思い浮かべるだけで口の中が幸せであふれ返ってしまいそうだよ。神山君、君なら私の気持ちを分かってくれるね。オムライスには幸せの全てが詰まっているんだ。はい、なんとなくわかります。うん、耳であった。ごちそうさま。聞いたところ、オムライスはよその国にはないそうだ。つまり、洋食をもとにした和食ということになる。ただ真似るのではなく、独自の要素を盛り込む。料理人の創意工夫には頭が下がるだろう。そうですね。万事に通ずるかと思います。うん、その通りだ。やはり君に話してよかった。また機会があればオムライスについて語りよう。はあ、よろしくお願いします。桜の剣の師匠だけあって相当な変わり者だな。新商品が入ったで、見たってや。それでええんやな。毎度あり。また来てや。
神山さん。あんたね、入る時にはノックぐらいしなさいよ。すみません。二人はここで何を？過激団対戦のことを話していたんです。今回はどんな競技になるのかなって。なるほど。そういえば競技の詳細についてはまだ知らされていなかったな。ねえ、神山は知ってるわよね。過激団対戦には2つの競技があるって。ただ戦うだけじゃない、人々の心を癒す力を競うための競技のこと。なんて言ったかしら。心を癒す力を競う。乱舞ですね。我を忘れて踊り狂いましょう、ユイさん。頭大丈夫？まったく。恥をかくなら帝国歌劇団だけで書いてよね。すみません、冗談です。確か演舞でしたっけ。演舞の演目は直前までわからないからね。あらゆる演目に対応できる知識と技が必要なの。なるほど。もう一つの演舞はつまり量子戦闘機の操作技術を競うのよ。こっちは団体戦だからね。個人の力だけじゃなくチームワークがないと勝てないわ。ま、あんたたちの団結力で私たちに勝てるわけないけどね。私たちだって負けません。ユイさんもシャオロンさんも倒してみせます。ああ、こうしちゃいられない。私、稽古に行ってきますね。さくらは思い立ったらすぐ行動だね。そうですね。ま、そこがさくらの可愛いところです。可愛いんだ。さくらに教えてあげよっと。からかわないでくださいよ。さくらは可愛くて大切な花組の仲間です。それじゃ俺ももう行きますね。ゆっくりしていってください。では